邪魔します。待ってちょっと、ショッキング買い、買いたかった。どうも。じゃあ、飲み物、これで、あ、こっち、あっちかな、これ。いや、それ、え、そうです。あ、これ、今、あっちだ、これで。で、いいのか。うん、ビビいい、あ、いいよ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 、さっきも、そこにいたから。お、スペペありがとう。スペペさん、ありがとう。まあ、まあ、俺のものやな。あ、そういうことね。よかった、ボールできて。あ、ありがとうございます。マジで道迷っちゃって、なんだ。泣きそうだった。電話をください。その連絡を取る方法をちゃんと皆さん取ってないとダメだよ。疲れた。タバコ吸ってもいいかな。クレちゃん、歯は歯よ。あ、もう酔ってるからだよね、うん、だよね、めっちゃ赤くなってる。そうそう、これちゃんとアルコール入ってるお酒だね。濃いもんね。濃い濃い。辛くなって大体薄いもんね。そう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 、こんな感じなんだね。ね、何時間ぐらいかかった家から。分かんない、ね、3時間。あ、車で来たんでしょ。途中で車まで行って、仙台駅まで。ちょっと見たよ、ちょっとだけ見た。うん、もう忙しくてバタ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 、全然コメントできなかった。俺初めて特急乗ったもんね。うん、八王子から新宿まで出るのに、うんうんうん、そうやったら1時間ぐらいかかるんだけど、うん、特急乗って30分で来た。あ、じゃあ高いやつだ。あ、たぶん750円だった。これ誰の？ゆいちゃんのパソコンで私の配信つけて今やってる。エルナタなんかやっぱキャバ嬢だね、さすが。確かに。確かに。でも3人ともさ、なんかさ、その違うよね、ちょっとね。あ、タイプが、タイプが違う。確かに違う。え、じゃあどんな感じですか？どんな感じ？マスクルちゃんから。清楚な人。あ、うん、中身は違うけど。見た目はそう。まあね、キャバクラとかちょっと何、うん、あのちょっと派手めな、うん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 、でゆいちゃんは子供。子供よく言われる、彼氏にも言われるんですよ、うん、めっちゃ子供って。あ、そうなんだ。そう、いや、子供ってイメージなんだ。なるほど。子供よく言われる。元気なんだろう。可愛いよね。まあ、顔がその幼いってみんなに言われる。特にメイク今日あんましないから、メイクするとちょっと老けるっていうか、ちょっとダサい。分かる、老けるよ。そうだよね、メイク厚化粧だと言われる。可愛いよね、あれみたいな。本当にすごい。900人になってます。すごい、さっき500人になったけど、ね、え、もう400人。ウルナさんと私やってること大体一緒なんだよ。え、そうなの？え、違くない？え、そうかな？なんかすごい共通点がいっぱい。あ、コラボする的な？え、なんか。え、何が一緒？え、あ、そうだ、これ頼める。あ、クレちゃん延長。延長か。いや、私ルナさんの前、あの1ヶ月ぐらい前かな、うん、から見てて。うん。そう、好きで。うん。意外だよ。あ、来た、うん、あのなんかそドリンクバーのとこウーロン茶入れたんですけど、さっきからずっとこうなんですよ。はい、申し訳ございません。あの入れます。あ、ウーロン茶持ってきてもらっていいですか？そうなります。お願いします。いいもんだよね。めっちゃ美味しそう。美味しそう。なんか豆腐かと思ったらもっちゃいなかった。あ、鶏のなんか鶏のえ、しかもなんか子供とかいろいろ大変だったんですね。いろいろやってから来たらね、もうダメだと。そっか、どこに預けてきたの？うん、そうそう、預けてきた。そうです。なるほど。どんくらい経った？ここに着いて時間1時間ぐらい、うんうん、いや、私もステーキ頼もうかな。いいですか？
か、うん、あれ美味しいと思う、たぶ、うん、うん、うん、意外と量少ない、ね、確かにね、カラオケだもんね、うん、うん、いただきます。今この枠は一番落ち着く、そう落ち着く細いんだよ、な歩いてもしょうがないんだよ、本当に毎日歩いてても悪口たくさんだってなって、用のないし疲れちゃう、しんどいっすよね、精神的に、うん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 、コメント早ゆいが、ゆいがさん可愛いってやりました。俺でもさ、俺でもさこのメンバーでさ、まあ俺は確実にもう最初から来る前から思ってたことだけど、場違いだよね。いや、明らかだもんね、それもね。いやいや、全然。まあ、ここで男の人がもう一人いたら、ちょっとあれかもしれない。座ってるわかるじゃん。あ、うん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 。おじさんが一人だからね。まあ、確かに、確かに、しかもね。なんか街中でさ、変な女の子を買ったみたいになってるもんね。まあ、傍から見たらそうかもしれないけど、でも全然、メディアに楽しみたいし、本当に。注文できてなかったよ。あ、本当？ありがとう。いいよ、して。めっちゃ美味しいわ。すごい。え、これってわさびですか？あ、わさびかな。あ、じゃあダメだ。びっくりした。うちのリスナーがゆいがじじいとかって言ってた。びっくりした。絶対まみで。ゆずこしょうかと思ったんだけど、違った。あ、そうなの。うん。多分わさびでしょ。わさびとなんか入ってるやつでしょ。なんだろう。わさび、なんかおろしてるやつですね。辛くないよ。え、肉とかでこれ使わない？ステーキとかさびに行ったりとか、こういうのとか、使うです、うん、あ、辛い辛い、めっちゃ美味しい。え、カラオケめっちゃ美味しい。美味しい、めっちゃ美味しい。ナコツ美味しい、つなぎも美味しいし、サクサク。待って、なんか注文送信できませんでした。なんで？ね、今見てる人たちってさ、どういう放送見てんの？みんなよく。ナミル。今見てる視聴者はさ、どういう放送中心に見てんの？俺の放送とかさ、ゆいちゃんの放送とかさ、ね、くるちゃんの放送とかさ、ルナさんの放送とか、どれ見てんの？みんな。あ、ちょっとね。あとは森とか。てか、私ルナさんリスナー多いね、でも。え、ルナさん多い、多い多い。香川終わってたろ、お前。名前も出ねえよ、お前。よっさん見とけよ、お前。教えねえよ、秘密なの。エセ関西マニアだろ、お前。近藤組長は、あ、バンだもんな。いや、ナミル電話出てくるわ。なんか、これ注文できないから。なるほどなぁ。よっさんとクルちゃんね。そうなんだ、暗黒じゃん、全然サイトが違うね。生きてないでしょ、僕。普通に喋ってますよね、クリさんね。うん。ね、ブナさんは、ね、泣くそうな顔しててさ。え、どれぐらい迷ってたの？新宿着いて。あ、渋谷か。でも何分なら、15分くらい歩いてた。あ、15分くらい歩いてた。なんで15分は鳩止まらなかったんだろう、こっちにね。違う、あ、こっちはね、ゆいちゃん、頼めた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 、そうなので大丈夫です。あ、うん、あ、あとか、もう、あ、じゃあカシソレンジだけいいですか、もう一つ、じゃあ、追加で、はい、はい、でも美味しいよ、うん、なんだ、頼めたんか、ごめんね、あれか、時間かかったのかな、なんか一回送信できませんでしたってなったからさ、電波悪いんだろうね。あー、そういうことね。優雅って臭そう。そう、まあ俺カレー臭するよね、絶対。何も匂わない。まあいいよ。うん、全然。あ、よっさんの脇の匂いが、うん、なんだっけ、シューマイ。シューマイの匂い。え、どこと？シューマイって何？え、なんかさ、脇がさ、中華系の匂いする人いない？てか脇に匂いよくかけたね。うん。そこがすごいと思う。いや、俺もすごいと思ったけど。やばいね。で、私は洗っても中華系の匂い嗅ない。そう、あの、下の、ブツが一回洗ってもらったんだけど、おしっこ臭いんですよ、うん、そう、すごいおしっこ臭くて、もう一回洗ってもらったの。そしたらどうだった？やばすぎ。まあ、いけた。染みついてんのかな。なんだっけ。多分ない。え、くるちゃんすごくない？よっさんとやれるって。
やんなかったんだよ結局。え、やってないの？挿入してない。なんかやったって聞いたけど、え、違うの？そう、違うの。やっちょさんずっとやったやったって言ってるけど、あ、やっちょが言ってるだけなんだ。そうそうそう。あ、やってないんだ。そう、やってない。え、どこまでしたの？中途？とフェラと。フェラしたの？したやばくね。え、でもできるでしょ。できないよ。ちゃんとお金もらった。マリか。あ、やば。え、タダでやったの？できましたか？10万ぐらいかな。でもあ、じゃあ量ご飯とか。そう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 。いや、手渡しじゃないの？あ、まあ、アイテムとか、まあ、手渡しでもタクシー代に1万円。ロケット。そうそうそう、10発投げしたね。そうそうそう。じゃあいいか、うん、先輩ね。ケラ絶対嫌なんだけど。おい、森、君買収やってんじゃねえぞ、お前この野郎。びっくりした。びっくりした。森、買収やってんじゃねえよ、お前。30代後半でやばやばかわいそう。いや、パンツ見えたらこいつボンだから、なんか大丈夫だよ。何すんだ。スカートじゃないから。マジか、やば。やばくはね。首が出てきた。みんなって体温どんな感じ？ちょっと私エアコンちょっと寒いんだけど。寒いの？あー、寒いの。みんな普通、みんな普通、大丈夫。こっちの方がいい。あ、じゃあ、そうか。ありがとうございます。うん、ありがとう。来ました。イエーイ。ステーキライス。やったー。やったね。いただきます。いただきます。申し訳ないけど言っていい、うん、この3人よりカラオケの店員の方が可愛いと思う。マジで？見てなかった。マスクしてるけど、わかんないけど、見えないけど、あの、さっきいたじゃん、カウンターにいたじゃん、いた女の子。あ、本当顔見てなかった。そう。え、絶対これちゃんの顔。顔持ってる。さっきチラッとカウンター見たの。仕事だけを隠してるからわかんないけど、まあ間違いないね。だからね、こういうことなんだよ。ネット配信で見てるけど、可愛い子いるなと思ってても、外の人間の方が可愛い子なんていっぱいいるのが現実だよね。そうなんだよ。お前ら引きこもってるからわかんないんだよ。かわいそう。ウケる。マスクは漏れる。まあ、あのワンワンでさえも。おいしい。やばっ、やわらか。ケイちゃんも頼んないと。うん、後から来ると思う。うん、いや、よっさん、ほんとなんか、やっぱ一番そのやっぱセックスしづらかった理由はなんか衛生的にだってなんか配慮してくれない、うん、っていうのはあった。でも本人には言えなかった。うん、言ったけど。いや、今見てますか、よっさんさん。見てない。絶対裏で配信してるから言うけど。あ、言ってんだ。うん。なるほど。今日テレビ収録終わって、多分今いろんな人とコラボしてると思うけど。あ、そうか。でベロをさ、黄色かったよね。そう、黄色かった。絶対見るとやる。切ってもしょうがないけど、もうおじさんだからね、よっさんも。ただ。なるべくその配慮をしないとダメだよね。念入りに払うとか。まあそれはね、分かる。クリちゃんの言ってることは多分そう。え、自分ね、絶対できるのにそれを怠ってるっていうのがね、なんか、それはなんか許せない。それは分かる、ね、うん、許せないっていうかね、ちょっとね、お願いしますよ。あ、そうですね、うん、分かる。エミナちゃん、まだ来ないな。でも俺初めて知った、洗ってもおしっこ臭いっていうのは、やばいね、染みつくんだね。ちょっと相当汚いぞ。だって近所の人も臭いって言ってたんでしょ。近所の人、よっさんの家の近所の人。え、そうなの？前の家がおっさん窓からゴミをもごしてるらしくて、でそのゴミ袋、それが回収してて臭いっていうふうに言われて。